好きなものを語るチャンネル、ゆうちゃまのひとりごと。ドラマ6番目の左翼を語ろう。どうもゆうちゃまです。先日一挙放送やってましたよね。僕もそれで見たんですけど、衝撃的でした。展開がこれを NHK でやってたのかっていう感じ。オープニングの曲がトラウマになった方も多いんじゃないでしょうか。あのドンミンドンドミンドミンのイエスみたいな、あれ怖かったよね。ドラマのテーマソングが子供向けじゃないんですよね。頭から離れなくなるような感じがちょっと怖かったですね。キャストのみんなも若かった。特にびっくりしたのが関根主役の山田孝之さん、めちゃくちゃ美少年。今とは全く違う感じで驚きました。加藤役の山崎育三郎さんも若かったですね。あのメガネかけてた途中であの病院に送りになっちゃった子ね、こう言い出すとキリがないんですけど、個人的には花宮雅子役、あのマーって呼ばれてたバスケ部の女の子ね、松本まりかさん可愛らしくてよかったですね。後半ね、あのネタバレになっちゃうことはもうこれ以上聞かないでほしいんですけど、あの結構重要な役になっていってたよね。前半はもうなんか主人公のお友達って感じだったんですけど、いやーびっくりでした。この頃にデビューされて今バリバリ売れてるのが世間に認められた感じがして、松本まりかさん良かったなっていう感じと、僕自身一ファンとしてすごく嬉しかったです。ドラマのストーリーはあんまりね言いたくないんですけど、毎回引き込まれる展開と不安になるような BGM、 6番目の最後は最初から最後まで見ないと理解できないようなミステリー作品だなと感じました。ぜひね、一度見た方は最後まで見てほしいです。今 NHK のアプリとかで見れるんじゃないかな。文化祭のシーンはこの当時にやったっていうのが信じられないぐらい衝撃的なシーンだったので、まだ見てない方はそこに注目してみてほしいです。それではゆうちゃまでした。学園ものっていいなって改めて思いましたね。なんか6番目の最後とか、ああいう言い伝えがあるとこにはなんか生活したくないですけどね。バイバイ。ゆうちゃまのひとりごと、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくね。低評価は押さないで、本当に本当にチャンネル登録よろしくね。